公平婚は台湾の政治家。台湾の対中交渉窓口機関である財団法人、海峡交流基金会理事長、中国国民党副主席、国際民主同盟副議長等を歴任。東京スター銀行取締役会長。2015年局日、重光明。日本統治時代に使用していた名は江原正夫。1932年12月16日。 台中州南投げ軍の貧農の家に生まれる。台湾省立法小学院規制学科を卒業し、1960年に中国国民党第一期中山小学金を得て、東京大学に留学、農業経済学博士を取得した。中日大使館、中南アフリカ大使館の勤務を経て、1982年、経済部国際貿易局副局長を拝命。以後、 経済部の要職を歴任し、離党期総統、連戦内閣で経済部長、小津村が内閣で行政院経済建設委員会主任委員を務めた。1999年からは、立法委員を2期6年間務め、立法委員副委員長を経て、2008年5月26日、場永久総統の下で、会期会理事長に就任、対中交渉のトップとなった。 2008年6月11日に会議会代表団を率いて報酬。中国側の窓口交渉機関である海峡両岸関係協会の陳雲林会長や国務院台湾事務弁護室の大き主任と初会談し、週末直行チャーター便運航と中国からの台湾観光会勤に合意した。同年11月3日には台北で 陳雲林会長と第二次会談を行い、両岸の三通の事実上の実現で合意。2009年4月26日、南京での陳雲林会長との第三次トップ会談では、中台直行便の定期便化、犯罪捜査、司法協力で合意した。その後まもなく人意が伝えられたが、場永久相当の異流を受け、第四次トップ会談まで留任することが決まっている。 ありがとうございます。